21世紀は光の世紀と言われますそれはレーザー LED そして半導体レーザーといった技術が1960年代に開発されまして今非常に安く利用できるようになっているからです実際我々のこう日常生活を見ますと光というのはあらゆるところに使われていますそしてまあこのような光というものは最先端の研究分野では例えば光に関連したノーベル賞 として21世紀だけでもこちらに示しますように9件のノーベル賞が出ていますその中には日本人が受賞した青色 LED あるいは緑色蛍光タンパク質といったものが含まれていますそれでは光はもはや使い尽くされたのでしょうか実はそうではありません皆さんは光というと目に見える可視光をイメージされるかもしれませんが光というものは実は非常に広い波長範囲を 有意した電磁波でありまして賢はそのほんの一部にしか過ぎませんそしてそれ以外の波長領域には紳士外光赤外光そしてテラヘルツ波という目に見えないい光が存在していますでこれらの目に見えない光っていうのは可視光とは異なるそれぞれに特徴的な光の性質を有していますので新しい応用が期待されています 例えば紳士外交を用いると強い殺菌効果を利用することによって鳥インフルエンザの対策であるとかあるいは光免疫作用を用いることによって花粉症の治療ができると赤外光の分子振動というものを用いますと呼気による健康診断であるとかあるいは採血を必要としない血糖測定さらにはテラヘルツ波の良好な物質透過性を利用するとプラスチックパッケージの検査であるとか 年老いたインフラの検査といった応用が期待されているわけでありますこのように新しい光にこそさらなる可能性が潜んでいますしかしこれらの波長領域っていうのは未だ未開拓とされていますその理由はなぜかというととと比べると明白です例えば可視光においては青色 LED あるいは白色 LED といった光デバイスが実用化されて 照明ディスプレイそしてスマホであるとかヘッドホンといった分野で革命的な進展を引き起こしましたしかしこれらの未開拓な波長領域ではいわゆる実用的な LED といったものが欠けているわけですしたがってもしここの欠けているピース部分に LED あるいは LD といったものを埋めることができれば可視光の場合と同様にこれらの応用の社会実装が一気に加速し もはや未開拓の波長領域ではなくなくると期待されていますこのような次世代の光を開拓していく研究をポスト LED フォトニクスと定義し我々の日常生活をさらに豊かにする研究を行っています。